どうも、愛知です。今回はプチ相談に答えていくんですけど、今日がです。今日は10月23ですね。に撮ってるんですが、この時期に塾を辞めるとか、塾を変えるっていうのは大丈夫ですかっていう受験生からの相談が来てました。で、これについてちょっと答えていくんですけど、まず、それに答える前に、塾っていう場所がどんな場所かっていうのを簡単に確認しておくと、たまに、塾に通えば絶対成績上がるみたいな風に勘違いされてる方いらっしゃるんですよ。実際塾講師やってる時に結構出会うんですけど、まあそれはないですよね。これきっと通ってるみんなが一番実感すると思う。絶対全員成績上がるとかなくね。周りみんな、自分も含めてだけど。結局、塾に通ってそこで何をするか。例えば、いい先生に出会って、まあ自分が好きなね、先生に出会って、その先生の授業が分かりやすくって、で、その勉強のモチベーションが上がって、自分が勉強する時間が増えてっていう、その好循環になって、結局は自分がそこで努力をするかどうかの違いなんだよね。ただ塾に通わされてるだけで、ああ、めんどくせえな、みたいな。いや、確かに成績上がってほしいけど、勉強頑張りたくないんだけど、みたいな。その努力ができなかったら当然成績なんて上がるわけないので、うん、だから、そう、まあ、そこはね、そういう、塾はそういうもんだよっていうことがまず前提の上で話をしていくんですが、結論から言うと、別に辞めても大丈夫です。っていうのが自分の結論。元塾講師か、それ言っちゃまずいかもしれないけど、でもそう思ってる。塾とか、まあ、これ通信教育とか、あと家庭教師も多分含まれることなんですけど、まあ、デメリットとしてはお金がかかるってとこなんですよね、当然。お金がかかります、非常に。で、ただ、まあ、中学生のうちと、まあ、高校生もそうだけど、月謝を払うのは基本的に両親ですよね。そう。で、だからまあ、本人が払ってる方もたまにいましたけど、バイトしてね、高校生とかだと。で、両親が別にその月謝に関していいよって言うんであれば、別に甘えてもいいと思うんです。無理に切る必要はないって思うんですけど、例えば、塾に通ってるじゃないですか。で、そのね、辞めるかどうか悩む方っていうのは、多少ないともメリットを感じてると思うの。その塾に関して。もしだよ。その通ってる塾とかがさ、もう、こんなとこ通ってもしょうがねえしって思ってたら辞めると思うんだよね。そう。そんな迷いなく辞めるじゃん。そんな必要ないって思ったら。でも、何かしらプラスはあるんだけど、でも、辞めた方が、とか辞めても大丈夫なんじゃないかな。辞めた方が、なんかプラスになる気もするんだよね。みたいな。多分そこで迷うんだよね。塾のその辞めるか、この時期だと特に。で、その無理に辞める必要はないなとは思うんですけど、例えば塾に行ってる時間、特に受験生とかだと増えるじゃんか。講習会とかも入ってきたら塾に行ってる時間が増えて、授業を受けてる時に、これ、ね、受けながらだよ、勉強してるんだけど、でもこの時間家でやってる方がプラスになる気がするんだよなとかって思いながら受ける授業って非常に効率悪いですよね。頭に入ってくる量も少ないし、これね、塾だけじゃないんですけど、その自分の普段の勉強もそうなんだけど、今自分がしてること、やってることが、しっくりくるというか、納得できる、やってることに関して、かどうかって、すごいね、効率に関わってくるんですよ。今やってることの勉強効率とかもそうなんだけど、例えば、問題集解いてる時も、この今ね、例えば英単語練習してて、今私って英単語やるべきなのかな、他のことやった方がいいんじゃないかなって思いながら英単語やっても頭入ってこないですよね。今は英単語やるべきなんだって納得できてればいいんだけど、その違いって非常に大きい。それは塾でも言えることで、だから、プラスはあるよ。塾に行ってればきっとある。それはみんな感じてることなんだけど、それを迷いながら通ってしまうぐらいだったら、俺はやめた方がいいんじゃないかなって思うの。ただ、特に中学生のうちは、塾を辞める、特にこの時期に辞めるっていうのは、本人よりもね、親御さんの方が反対するんだよね。塾に通わせてるっていうのは一個の安心感を買ってるって意味もちょっとあるの。安心するから。特に親御さんからすると。あるから、親御さんの反対に合うかもしれないんで、そうすると、まあ、それでもやめたいっていう気持ちを、まあ、伝えるじゃん。多分ね、揉めるんだよね。若干。まあ、あなたが言うならしょうがないわねってなったらいいんだけど、は、なんでみたいな。通ってもいいじゃないみたいな。なりやすいから、そこを、例えば説得するというか、やめてもちゃんと語学するぐらいあげるから、自分で頑張れるから大丈夫って、気持ちよくとか、まあ気持ちを込めて言えるかどうか、それぐらいの腹がくくれるかどうかっていう、まあちょっと重たい話にはなっちゃうんだけど、そのぐらいの覚悟があるんだったら、別にバッサリやめてもいいと思う。そこに関しては。やめるから受験と合格しにくくなるとか、さらさらないと思うので。うん、と思います。だって自分がもし、自分の生徒がそういう状況だったら、やめるって言っちゃうと思うもん。まあそうさせないけどね、もちろん。させないけども、そこまでにね。うん、とは思うので、もし悩んでる方なんかがいれば、今その塾に通ってる自分の状況、気持ちとかも含めて、
ここの時間を過ごしていいのかなって、腹をくくって一回バッサリ切った方が自分にとってプラスなんじゃないかなみたいな、そういう観点でちょっと考えてもらえたらと思います。